秋葉原、運命を感じたんですよ。私のための求人か、これで人生決まるかも。はい、内田です。前回の動画で大学4年生に前回の動画で大学4年生になって急に就活をね、漫画を描き始めた内田でしたが、その作品も、落選となり、大学4年生の12月の時点で内定ゼロ、漫画家受賞もなしという、ピンチに陥りました。で、今回はその、じゃあその卒業までの3ヶ月私はどうしたかっていう話を、まあ、していきたいと思います。私は大学まで行ったので、大学卒業、その後人生どうするかみたいな、初めての分岐に立ちました。その二択だったんですよ、私の中では。私はやっぱ漫画を一作目描いた時にすごい楽しかったし、続けたいと思ったから漫画家を目指そうと思ったんですね。で、どうやって目指すかを考えました。で、思ったのが、まず上京するか実家で過ごすか噛んじゃった、まあ、静岡の地元で就職先を探して、実家にいながら漫画を描いて漫画家を目指すか、上京して一人暮らしをしながら、フリーターをしながら漫画家を目指すっていう二択だと思ったんですよ。で、まあ、静岡なので通える距離ではあったんですよ。金銭的に考えると、まあ、実家から地元の、まあ、会社なり通って、で、家で漫画家を目指すのがいいと思ったんですけど、やっぱり一人暮らししたことないし、やったことないことって結構なんだろうな、怖いというか思い越しが上がらないじゃないですけど、やっぱどうしようっていう気持ちがあって、自分の中ではやっぱ東京に出てきたいっていう気持ちはすごいあったけど、そのリアルで考えると、現実的、それがその現実的になってくると、やっぱ直前ですごい迷ってしまって、で、たまたま1月の終わりくらいに、すごい近所に印刷会社の求人があったんですよ。運命を感じたんですよやっぱそのこんなね、ギリギリまで就活悩んでてどうしようっていう時に、まあ、印刷系なら、まあそういう仕事もするだろうし、これはもしかして天のお告げかじゃないですけど、私のための求人かって思ったぐらいで、面接に行きました。で、面接に行って終わって帰ってきた感想は、やっぱり東京に行きたいだったんですよ。その展示とかもやってるし、イベントも東京が多いから、やっぱそういう刺激が多いのは東京だなって思って、私はなんとなくちょっとモヤモヤした気持ちを抱えながら返事を待っていました。その時ちょうどなんですけど、友人が私の、まあ、ミクシーでこう、私結構就活の話とかをしていたので、まあ、そういうのを見て、結構東京方面にお友達がやっぱいて、そのオタクの趣味とかの関係 で、その中の一人の人が秋葉原で働ける人を探しててどうかっていう話をちょうどしてくれたんですよ。秋葉原みたいなあの秋葉原で働けるかもしれない、まあ、うちアルバイトなんですけどね。で、その時に受けた地元の印刷会社から電話があって、内々ってで新卒が私だけだったらしいんですよ。で、その会社も初めて新卒の子を取ろう、私をそう取ろうとしてくださってたので、そういう金銭面のちょっとご相談をしたくて電話してきた、来てくれたんですよね。で、その電話を受けた時に、私は結構断れない人間だから、はいはい、あ、本当ありがとうございますっていう感じだったんですけど、喋ってて急に、これで人生決まるかもみたいな感じになって、その電話で私は、その会社を辞退しました。ちょっとやりたいことがやっぱりあって、今回申し訳ないんですけど辞退させてくださいって、本当に今思うと申し訳ないんですけど、そのね、ない面接まで行ってね、直前でドタキャンじゃないですけど断ってしまって申し訳なかったんですけど、私はそこで断って、
そのお友達が、まあ、紹介というか話してくれた秋葉の方の面接に、行きました。もちろん東京に行ったら楽しいことがたくさんあるけど、その代わりに一人で生活していかないといけないので、あの時間がそのなくなるっていうのも頭では理解はもちろんしていました。お金も、まあ、ないだろうし、しばらくは多分生きていくので精一杯で、漫画描く時間もなくなるかもしれないとは思ったんですけど、それでもやっぱり出たいと思ってアルバイトの面接に行って、でその場で採用をいただいて、それがもう2月の中旬ぐらいですね。もう卒業まで 1ヶ月切ってて、まあ、無事に大学入った目標の一応教員免許は取って、でそこからもう怒涛のそこから1ヶ月以内に慌ただしく、上京することになります。で私はその漫画家志望として、まあ、新たな、ステージに行くことに、なります。でちなみに、私今住んでるこの家なんですけど、上京した時から一度も引っ越しをしていません1作目は大学在学中に書いて、その2作目は、上京して初めての一人暮らしをしながら書いた作品となります。でその後、私は、懸念していた一人暮らしゆえの時間のなさですかね、アルバイトをしながら漫画を描く難しさの壁に今後ぶち当たっていくことになります。その話も当時描いてた漫画と一緒に、話していきたいと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。